満州国っていうのは一応建前上は満州人の主体じゃないですか、建前上は、うん、はいはい、ってことは満州語教育っていうのをやってたんですか、やってないですか、やってない、うん、だから満州人自身がさっき言った辛亥革命から1世紀以上経ってしまっていて誰も使ってなかった、あ、もうその段階で、はい、だから五族共和でそのモンゴル語教育と朝鮮語教育とロシア語とかもちゃんと学校があるんですよ、朝鮮語はどうか、でもあのね、朝鮮半島の今の韓国が日本が言葉を奪ったとかばっかり言うけども、それはもう全く嘘で、終戦のそのアナウンスというのを朝鮮半島でした時に日本語と朝鮮語でやってるし、それから日本語ができる人間何割かしかいないのね、もちろん。でも満州国で朝鮮人は日本人として威張ったんで日本語使ったと思う、だからわざわざ朝鮮教育というのはちょっと難しいけれども、あの漢語とモンゴル語はちゃんと教育されてますよね、あの特に公安省でちゃんと学校があって、うんうん、授業があって、うん、満州語はもう自分たちが使ってなかった、うん、だから、まあ、支配民族であったからそのなんかアイデンティティなくしちゃったみたいな、そういうことですよね、うんうん、でもうね、あの実は辛亥革命だけじゃなくて、言葉満州語自体は乾隆帝の時代に風前の灯火なの、うん、もうあの漢語できる人が増えてしまって、うん、それで満州語だけでやっていく人がほとんどいない。ただしまたここから主人の岡田秀弘が書いてますが、今のプートン法は北京漢話はあれは満州人が話した漢語、発音が全くよその方言と違うのが、うん、だからマンダリンチャイニーズって言うんでしょ、うん、宮廷語って言うんです、うん、で北京で話された漢語なんです、うん、だから発音は満州人が話した漢語、うん、で途中までは満州語と漢語ちゃんぽんの劇というのが流行ってる、でみんなが大笑いする、つまり全員でバイリンガルを楽しんだってことが北京、うん、それがあったので辛亥革命で満州を捨てた、でこっちだけ、うん、2カ国のうちでね、だからチャイナドレスにしてもチーパオにしても何しても全部満州文化だよね、うん、だから色濃くあるけれども満州人自身はそう支配階級として広がってしまって、パーセントとしては人口のパーセントが少なかったので満州人だけの地区がなかったですよね、うんうん、こういう、はい、よくわかりました。我が国の満州国の外説書として、中高新書のキメラ満州国の肖像という本がございます、はい、あの本についてのご意見を伺いたいと。山本さんは満州歴史家じゃない、政治学者、すごく若い時に満州に留学した、で現地で日本人がこんなに悪いことした、あんな悪いことした、虐殺決めたとか全部見せられて、うん、全部見て帰ってきて満州語を書いた。だから使った当時の資料は全部本物で、日本から出ている資料も本物で、だからデータとしては嘘じゃないんだけれども、全体のトーンがごめんなさい日本はこんな悪いことしましたっていう本だって知ってた。でその歴史家として中国を検証するという精神がなくて、で日本の満州日本の悪いところは東京と新疆とのやり取りしか見ていなくて、当時の世界情勢を見ない、中国ではどうだったか、で満州国では憲法国籍がないとかなんとかだとか戸籍がどうとかばっかり言うけど、その時の中華民国がどうだったかっていう比較になる。そういう意味では残念ながら私はたくさん使いましたデータとして、でも全体に教えるトーンっていうか流れがもう中国だったのに日本が行って悪いことしました、でまだ中国じゃない時に行ったんだけど、後で中国だって言われたんだけどっていう、そういう歴史的なセンスがない、残念です。中国側の資料を無批判に使っちゃったという、もう言われる通りに、もう日本人としての人のいいナイーブな日本人で、だから向こうがくれた資料はそのまんま使った、あちらがいかに政治的な発言するかというところのその批判精神に欠けている。でも彼はそれでも中国に批判されていると言ってますけどね、本当のこと言っちゃってその程度問題ですよね。だから
あれ読んで日本人が結局染まるのは、今の日本の歴史教育と教科書と同じぐらい染まる。やっぱ批判精神を持たないと、中国やなんかの本を読んだ時に、コロッとやられる。同じよ、今と同じ、もう普通ですよ。普通だと思ってる。だから、本当、データいいのも残念だなっていう気がします。まあ、それは日本の近代史学者がみんなそうですよね。なんであんなに、なんだろう、抵抗力がないのかね。20世紀の歴史に。不思議ですよね。私たちみたいに世界史でやってたら。だって、資料批判って歴史の基本じゃないですか。ねえ。それなのになんで出たものを全部ベタに並べる、うん、誰が何のためにこれ書いたかってなくって、どうやって、はい、科学的って言えます、ね、はい。本当そう。朝鮮半島に関してです。はい、韓国の方との歴史談義でとても苦労しています。エビデンスをいくら解いても理解していただけませんと。自国の歴史家に染まった方にその客観的な歴史をどう教えればいいかっていうご質問です。私は諦めます。だってそれぞれの道だもん。で、その話は折り合わないね。ただし、この時に、忖度して、言うことを聞く態度は絶対いけない。私はそれは違うと思うというふうに突っ張るということが日本人に欠けてる、うん。向こうが自分の言うことが通ったと思わせるということがもう間違い、うん。それは日本では通用しない、日本ではそういうふうに見ないということで、最後まで押し通すしかないですよ。うん、友達でもね。それで友達で亡くなったらそれは仕方ない、うん。そういう態度が日本に欠けていることが今の原因です。うん、思う。はい。明快なお答えでした。先生の皇帝たちの中国史を読みました、気になったことが朝貢貿易と鎖国体制についてです、宮城先生は野木先生の授業の説明とちょっと違う見解だったと記憶しておりますので、そこは お話しいただきたいで、これはですね、私は自分の、まあ、講義で朝貢っていうのは明代で扱うんですよ。はい、明代で、はい。で、明代で、例えば、足利義満が明に朝貢しますねと。ね。で、頭下げますねと。で、なんで頭下げるかっていうと、お返しがたくさんもらえるから、要するに、メンツを捨てて、その経済的なメリットを得てたんだよって説明してるんですよ。これは間違いですか？朝貢も、だって本当に秦の始皇帝もっと前からある言葉なんですよね。うん、だから、岡田秀弘が言ってるのは、長い歴史の中の朝貢を言ってるわけで、それは朝廷に対してお土産持って挨拶に行くことが朝貢で、外国と内国っていうか自分たちの中とも限らずやってることが朝貢なんですね。だから戦後の日本の豊洲学者が朝貢貿易といった言葉自体がもう嘘なわけです。貿易のためじゃない。まず、本社の社長にご挨拶という形が朝貢だったわけですよ。古い時代から。もう本当にもう記録が残ってる時からそうなのね。で、足利義満と日本ってのはちょっと別の問題として取り上げた方がよくて、そこに絞るからわかんなくなるわけで。朝貢という言葉自体は非常に長い時代の、ただもう皇帝に対するご挨拶っていう定義が正しい。それで、だって足利義満は、私たちが言ってるのは、天皇は全然表に出てこないわけだから、うん、何やったって、全然政治的には実は、OK だったらよかったねと、うん、安全だったらよかったねっていうことで、頭下げるんじゃなくて、ご挨拶だってば、お歳暮とお中元ってそんなに頭下げるの？で、あと義満は、日本国王にしてもらったんですけども、日本国内で言ってないんですね、あれ。一切。将軍でしょ。で、向こう側は要するに普通の貿易であっても頭下げに来たと解釈するわけ。あ、そうだそうだ、何でもね。でもだから、うん、シナの漢字を書いたものだけ読んでたら全員が家来ですよ。そうそう。とにかくはっきり言ってローマ帝国の使者も家来ですよ。うん、そんなのをそのまんま考えること自体がおかしい、うん。それは向こうのメンツの問題で。死者があそこは何のメンツもない。あ、モンゴルは、アルターハンも、夫婦ほどから、民に死者を送ってて、それで全然、頭下げてるつもり全くないですからね。死者を送って、向こうが頭下げに来たって思ってますから、しかもモンゴル語で書いたの残ってるからすごいのよ。だから全然折り合ってない。でも、外交ってそういうもんで、国内向けと、
あっち向けは別なの、うん、それはもう中央アジアの遊牧民とロシア皇帝の関係とかね、全部そう。だからそれを 一筋に、まあ、要するに歴史認識を一緒にしましょうが間違いだというのが私の意見です。だから解釈は勝手に あれもそうですね、その東インド会社、イギリスの、うん、あれだって超高施設の扱いですからね、うん、そうですよ、そうですよ、うん、だから自分たちの漢文資料 の精神に書くときはどんなところからどんな偉い人来たって全員家来ですよ。だって列伝にしか入らないの。列伝でしょ、本理列伝でしょ。日本国でも何でも外国列伝で、列伝っていうのは家来を書くとこ。だからそこにあるから家来だっていうのが今の中国の無理やり解釈。そういうふうに教えないといけないのね。だから、先週王毅外相がいらしてですね、で日本のですね、私と同じ名字の茂木外相がですね、尖閣について何も反論せずにニヤニヤしていたっていうことは、あれは要するに向こうから見ると、あ、認めましたねとなりますね。あれは、だからあちらの政治戦略で、一人ずつが順番に言うんだってね、発言を。で、茂木外相が発言した後、彼が発言するときには勝手なこと言ったわけ。で、それを勝手に取って勝手に流してる。うん、つまりやり取りする場じゃない、一人ずつが順番なことを言うというところを使った、うん、使われたわけで、日本も日本人は怒ってるし、あちらはあちらでそういうふうに使うっていう、そういうようなはめることばっかりやってるのが中国人で、はめられたわけですよ。だけどもそれを日本国民が全員が知るということは別の意義があるというのが、うん、まあ、もうそういうふうにしても思うしかないじゃない、中国と付き合うと。でもあの場ではっきりそれは違いますよって言ってほしかったですね。それをだからやっぱりその覇気がないね。覇気がない。喧嘩が嫌とか仲良くしたいことが落ち、うん、弱みですね、日本人。だから日本人っていうのは、まあ、皆さんよくお分かりと思うんですけども、争い好まないんですよ。でとにかく和を好むので、それと私が悪いんだ、弟子となすだから。でもそれ外交でやっちゃダメですよね。だから覇気のある人を外交つけなきゃいけない。ところがね、喧嘩して帰ってきたって言ったら日本で叩くのね。そのことが間違い、うん、喧嘩したってことは喧嘩されるぐらい強かったっていうか、向こうが悪口言うしかなかったっていうことで褒めです。叱るべき。それは私の意見でずっと言ってるんです、はい、それは私みたいな覇気のあるのは女だってことがおかしいよね、日本。はい、まあいつものセリフです。いや多分宮先生はモンゴル人か転生してると思います。あ、そう、私でモンゴルで過ごすかれるのはモンゴル人みたいな、はい。で私もそう思う、モンゴル人見習おう。はい、岡田秀彦先生の本で、信濃どの王朝も政権基盤は軍隊であって常に軍人たちが政権握っていたとありまして、で今のチャイナでも、最高機関軍事中央軍事委員会が握ってますとあったんですが、ちょっと引っかかりますと、この方は、伝統的に軍属は冷遇されていて、宦官や文民官僚たちが政権に握っていたように思いますが、どうなんでしょうか。軍の将軍全員宦官だって知ってます、中国出身だし。将軍は全員宦官だ、宦官が将軍だ、清朝。はい、例の、ものすごい蓄財した、なんだっけ、あの人が子供と娘がいるのは、あれはね、宦官の養子になって出世したんだ。確かね。でも将軍が宦官なのは、つまり一族がないから安全っていうのを、要するに君主のことだ。だから日本人が分かってない。文民官僚は最後に正史を書くときに、自分たちがいかに力があったかっていうふうに書き換えるんで、いかにも正史だけ読んでると、その、文民官僚っていうか、そういう人たちが、大臣が政治を動かしたように見えるだけで、全く見えないところでは、その力が作用するんです。今の中国だって分かるでしょ、力で。で、今の中国だって、結局は軍が、その、軍をどれぐらい掌握するかによって、そのポストが危ないか危なくないか、だから習近平のオウンゴールっていうのは、軍が動くからです。もう軍勝手なことばっかりしてるんですよ、ネパールでもブータンでも。尖閣でもね、あれは軍の内部競争がすごいんだと思うんだけど、ね、それはやっぱり習近平が言うことを聞いてるからですよね。つまりは軍を言うこと聞かなかったらトップポストにいられないからですよ。いつだって力ですよ。でも力じゃないって嘘を書くのが中国だから、うん、私たちは天が決めたからこんなにうまくいきましたって必ず言うでしょ。そんなわけないじゃない。力があって軍が強いと人が勝つんだよ。勝った後で天が私たちに味方したって言うんだ。
それぐらい、もうずっとそうなんだから、小平がどうしてあんな肩書きもなくてあんな力があったと思う？軍が小平の言うことを聞いたからですよ。何の肩書きもないのにね、最後まで。教育悪い、日本。中国のことをね、ほんとちゃんと言ってんのに聞かないし、そんなわけない、そんなはずがないとか言う。もう書いたものを信用しちゃダメですって、あちらも。わかってるでしょ、今。と。で、本当に漢画が将軍なんですよ。将軍漢画ですよ、三国志読んでもな。漢画が出すとどうしてあんな力があるのかと思うんですよ。ちょっと深読みしてみてください。実は。朝鮮史も実はそうなんだよね。漢画ってね、立正する。やっぱり力っていうか、その軍を動かせなかったら勝てないよ、政敵。だから北朝鮮は本当にあるし、李氏朝鮮の申し子みたいな、うん、そのまま引き継いで、うん、ちょっとね、日本の統治下でね、日程35年でね、ちょっと近代化したみたいに見えたけど、完全に戦争代わりしたね。もう李氏朝鮮のやってること、そんなの。だから、韓流時代劇は役に立つんですよ。現代に。あ、そういえば、モンゴルってあんまり漢画って聞かないですが、だからあるんですか？モンゴル人が漢画にはならない。敵を漢画にした。ね、なんで漢画が必要かっていうとね、みんな自分の一族の方が大事だから、相続。だから、その君主が信用のできる部下を持つためには、宦官は子孫がいないから、ネプチ族になるねっていうことね。うん。で、モンゴルは別の論理で導入したり広がって、うん、血縁で広がって導入して、どういうところに行って、宦官なんてめんどくさい組織を持つ必要があるのかな、うん、あんまり聞かないですよね。でも、オスマン帝国はいっぱいいますよね。そうですね。やっぱり一箇所で組織を運営するために必要な、ものなのかもしれない。だから日本史に漢画が出てこないっていうことと、もしそのモンゴルに漢画がいないとなったら、これちょっと面白いですね。でもモンゴルと日本の仕組みが全く違うから、原理は、要するに結果が同じでも、途中の原理は違うかもしれない。日本得意よね。うん、日本は科挙もしなくて済んだ。もう要するに、官僚採用するときもね。で、科挙って何のためにあったかって、漢字を使える人を選ばなきゃいけない。日本はそういう必要のないぐらいに教育程度が高くて、みんなが意思疎通ができて、日本語ができたんで。っていうんで、科挙をする必要もないし、宦官をする必要もなく、なんだろう、家族関係で。室町って面白いんですけどね。ね、政治の仕組みっていうのはね。でも中国はとにかく広くて相続に一、第一、プライオリティの一番が血縁。だから皇帝といいのも、本当の意味の組織を作るのが非常に大変。というのはあるので、原理がかなり違う。はい。日本の歴史学会について、学会が真っ赤になっている現状を是正する必要があると思いますが、何か方法はありますか？それから、一般大学、社会学部系がかなり偏っていると聞いてますけども、歴史学会も偏ってますか？偏ってますね。それから、最近話題の学術会議に関して何かコメントをいただきたいと思います。私、一番最新本があそこの奏者さんが言ってる、米中層に翻弄されたアジア史なんだけど、それの最後の提談で、江崎道夫さんと福島香織さんと私と3人で話していて、もうそれは夏に終わっていて、学術会議が出る前に、本が出てた、というか、組み終わってたもんだけども、私、たまたまそこで、何のセリフの後だったか、中国が日本に進出したやった、留学生の方がまだしも、中国に対して公平で、日本の大学教授の方がずっと左で、ずっともう左翼だよねっていう話の後で、私はポロッと、もう学術会議なんて、
戦争に関する、軍事に関する研究しちゃいけないなんて、何考えてるんだかね、こんな時代にって言ってるんです、2行ぐらい。もうだから、この問題が出るはるか前に。だってそういうこと言うだけでもう、学問の公平さを欠けてますよね。もう、いろいろ意味がありますよね。だって、何もかも軍事問題になるに決まってるじゃないですか、軍事研究。要するに、どこがどこまで線引くっていうようなことは不可能なのね。そんなことはわざわざ表明した段階で、ものすごい政治的なことだっていうことを、何考えてるのかっていう。つまり、カンボジアが完全に中国に侵略されてるって話をしてるところですよね。で、言っちゃったの。もうそれで全てだって。私なんかもうまた前から言ってんだからね、みたいな気持ち。それで、もう、いろんな論議で尽くしてるから。私はね、岡田秀彦と宮脇順子はさ、私たちは本当のことを言うから、一生学会から追い出されてるんで、学会の中のことはわかりません。としか言いようがない。言いたいこと言えないんだったら出ちゃおうっていう。もうね、中にいる人にね、もうすぐに、愛想尽かすんだからとか言われたけど、しょうがないでしょ、本当にやりたいことやるのに。中にいたんだったら、足引っ張られたら、優先順位を考えた場合には、こっち、したいことをする方が大事。ネゴシエーションする、して、そんなことにエネルギーも取られて、しかもそれが表に出ないような、だったら、短い人生の間に、できることを順番に考えていって、大事なことをこう順番に考えていった場合に、この、学会と大学が一番最後に来たの。それはもうね、本当はちゃんと就職して、ちゃんと大学で学者で教授になる予定で学問を始めたんだけど、失うものが多すぎたんで、もうやめたというか、選んでるうちにこうなっちゃって、で、60過ぎた時に、もう一生大学には就職しないなと思った。でも、頼まれたら非常勤で教えに行きますし、頼まれたら何でも喋りますけども、組織が私を入れないことにしたのは、私が、ポロッと本当のことを言ったら瓦解するからだよね。せっかく積み上げた組織がさ。だから私が入ったら困ると、みんなも思ったんだろうなって今は思いますよね。で、おかげで外で言いたいことが言えたんで、まあどっちが良かったかは分からないっていうより仕方なくこうなったんで、今みたいに方法論が私にはありませんって言われても、私にもないっていうか、できることをしてきてここまで来てるんで、こうしたらいいですよなんて、あったら教えてほしいし、あったらみんなにします。茂木さんはいいかな？私はですね、大学院ちょっと行っただけなんですけども、もう恐ろしくてですね、あんな世界にはいたくないと思います。はい。で、皆さん今ね、中国でのいろんな抑圧について苦しんでらっしゃるんですけども、実は日本の研究者たちも苦しんでます。ものすごいプレッシャーがあります。なので、で先生に、若い研究者に、学会の中で生きていくことを決めた若い研究者に何かアドバイスありますか？私一人弟子がいて、東大で博士取って、今後に悩んでるっていうので、今年の夏に、三宅先生はいつ、教員にならなくても、学者としてやっていけるっていう確信が持てたのはいつですかなって質問が来たわけさ。それで私は自分の人生を40年分をずーっと振り返って彼女に6回長いメールで私の人生を語ったんだけど、で振り返ってみたら確信持てるなんていうように決まったところがないわけですよ。もうその都度生き延びるために考えてきたんで、お金がペイすると思えたのも後の方だし、けれども、振り返って考えて、やっぱその都度その都度、今の私と私の本当にしたいことにとって、一番目に大事なことは何かっていう、優先順位を必ず考える。その都度ね。で、我慢できることは後回しにして、これはいずれないっていうことを、やっぱり通すしかない。それで、もし、大学に、だから大学教授になりたいことが自分の目的だったら何もかも我慢するわけでしょ、うんうん。それしかないんですよね。でも何か本当に一生の間にこれをしたかったってことがあるんだったら、それができることを選ぶしかないですよね。はっきり言って。妥協できないことはあるじゃないですか。でも一つだけ
まずその時の優先順位を選んで、あとはまあ後回しにするわけなんですが、それともう一つはこういう今のコロナにしても内モンゴルの言語状況にしても、もう不可抗力というかどうしようもない、自分が今の自分がどうしようもない時にどうするかって考えた時に、自分が今何ができるかということも考える。二つね、だから優先順位とできることを考える。で、できることに全勢力を傾ける。つまり妥協なくする。で、何でもね、やればやっただけのことがあるわけですよ。どんな勉強でも、どんなことでも。必ず裏切らない。本当に自分が必死でなって努力したことっていうのは、自分のためにはなる。それが、その、社会的成功とか、そんなところとも結びつきはなくても、私が満足できるかどうかの問題だから、それは。それは自分の問題だからね。で、次に何か状況変わった時に、またご破産で優先順位と、その時できることを考えるってやって、一個ずつ一歩ずつ行くしかないんですよね。だって、相手のあることだし、社会のあることを、私が望みを持ったり、こんな風になってほしいなと思ったって、できないことはできないし、動かないものは動かないじゃないですか。そうしたらやっぱり自分の人生なんだから、自分のしたいことを、自分が何が大事かってことを考えながら、したいことが、の順番にできることをするしかないっていうふうにして生きてきたので、解決策とか、レールとか、こんな風にとか、助言とか、ないです。ただし日本じゃ餓死しないから、っていうのを言いたいね。日本じゃね、食っていけないことはない。その食べ物、ただその世の中の問題、それ私ちょっと言うと、実はこの夏3年半前に亡くなった主人 の, 時間がいっぱいあったんでいっぱい整理してたら、往復ラブレターを進めてきて、それから手帳がいっぱい出てきて、すごい幸せな気持ちになってるんですけどね、本当にね。でも主人は私のために地位と名誉を捨てた、もう勲章も東京外国9回文科省に申請して休暇に落ちたんです。それからもうもちろん所長にならなくて、でもそのこと自体は主人はそれに対して欲がなかったんで平気だったんで、うん、で私とのことも最初からそんなつもりじゃなかったんですけど、私を学者として育てたいから私を呼んだんだけども、2人で恋に落ちちゃったんで40年前にもう他に優先順位が変わったんですよ。それでそこから後の人生をずっと今振り返ってきて、それで、その、地位と名誉。で、私なんかだから就職も一切ないわけ。ボーナスもらったこと一度もないわけです、人生。でも学者として生きてこれたんですよね。いろんなことがあったけど、途中途中で。それでですね、何が言いたいかって言ったら、それを言ったら江崎日夫さんが、でもその地位と名誉って、今の日本の地位と名誉でしょ。世界的な名声を岡田先生が獲得した。うん、確かに。うん、書いたものとかね。いろんな意味でね。で、それを聞いたとき嬉しかったことと、私まだこれから10年か20年で、もうちょっと頑張って、その、教授にならなかったけども、まあ一応友達から博士号をもらってる。で、その、こっから初心に帰って学問しようって今思ってるわけですよ。その時その時できることを一生懸命してきた。で、やっぱりこの10年、岡田が優先順位1位で、で、藤原書店だって、三宅さんには時間がいっぱいあるけど、岡田先生には時間がないんだから、岡田先生優先してねとか言われて。本当に。で、今日著作集全部私がやって、すごく勉強になったんですけど、それでこの間の藤原何て言ったかって言ったら、今藤原でエッセイ書いてて、三宅さん、もう岡田が岡田がって言わなくていいから、自分のことでやって、この間まで岡田先生優先しろって言ってたくせに、でも向こうがそう言ったってことは、あ、そういう時期が来たんだな。だからこれはすいません、私自分のことしか言えないけれど、それわかんないじゃないですか。どんな時代が来て、自分がどんな風になるか。で、その時に本当にできることを一生懸命するしか。っていうか、それがやっぱり次につながる。絶対次につながる。だから、へこんで、投げやりになって何もしないと最悪だけど。その時、できることをして、次にまた考え直して噂にして、その時の一番目とか決めるっていうことしか、アドバイスできないんです。でも本当にいい日本ですよ。私ね、本当に途中途中でこんなにたくさん論文書いて、こんなにいっぱい研究を出して、外国で認められて英語もあるのに、本当に日本の社会はひどいと思って悔しかったことは何回も何回もあるんですけど、でもその時何を考えたかというと、ちょうどね、90年代だった。
モンゴル人と東欧の人たちとロシア人の学者が毎年学会で国際学会で会う人がどんなにひどい生活してどんなにあの社会が変化してポーランド人もいるしねハンガリー人もいるしねルーマニア人もいるしねそれに比べたら東京で暮らして学問できるなんてもう御の字というかこんなラッキーなことはないっていうことを毎年その人たち見ながら思ったの。だから平気っていうか乗り越えられたんですその時。日本の学会がどうでもそんなことは本当に何番目かの優先順位なんでそのことに対して考えるだけでエネルギーの無駄そうじゃないもっとできることがあるでもモンゴルのことをするっていうのは私にとって本当にプラスのことだったんです何よりもモンゴル人は日本人と全然違う性格 でモンゴル人のことをしていたら私の性格が変わるくらいに衝撃的あこんなちっちゃなことはどうでもいいんだとかあこれは日本だけの問題なんだとかあ誰かと比べる必要はないんだとかそういうことがどんどんプラスになっていってモンゴル史をやって私の人生と本当に良かったと今でも感謝してますだからこそモンゴルのためだったらできることは何でもしようっていうそういうふうに戻るんですもうねモンゴル人ってね本当はお金もなくてあの頃ももう国も疲弊してていろんなことで問題だったけど全員が明るいね私の知ってる外国に亡命したモンゴルの学者も、ね、全員が素晴らしい人格の、ね、明るい人たちだったで私に言うの私一人でもモンゴルの代表なんだからこの国にバカにされるようなことは絶対しないと思って生きてきたっていう、ね、あモンゴル人ってこんな立派な人だって思ってもらえるように生きてきたって言ったのねダシドンドダシドンドクってね日本人の、ね、特に殺された、ね、人の息子ボンで、ね立派にもう亡くなってね。でもゴムジャブハンギンとかヤクシドスチンとかね。本当に立派なのモンゴル人が。それで私、あ、こういうふうに一人でも立派になるっていうのは国のおかげとか何の虎の意味かりてない。そのモンゴル人がすごいいいと思う。私それをすごく尊敬してる。モンゴル人やったってことは私の人生かからないです。ちょっと脱線してますけどね。というのが気持ちなの。だから、ひどいことが多い。でも、ひどいからといって、だからこそユーモアになるとか、だからこそ、明るいことを言うとか、言うっていうのが、やっぱ、モンゴル人だってことを知ってるし、こんなご時世だから、できることをやろう。としか言えない。そういう日本人がね、いっぱい増えてました。はい。すいません。脱線しました。はい。質問は以上でございます。宮先生、本当に、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。